何があっても心配するな。あなたのための政治を作らせてほしいんですよ。あなたが幸せになるような社会作りましょうよってことです。生きててよかったって思える社会作りましょうよ。選挙妨害を発注するような人間が連結性を求められる管理委員会の任命者でクリーンなカジノを目指すなど言ってる意味わからないんですけどって話なんですね。でこれはむしろ私が関わりがあるということでは全くなくてですね、私は一切の関わりを断ってきた中において、山本太郎君。はい、自由東京党代表山本太郎です。社民との会派希望の会を代表し、お聞きいたします。カジノへの懸念の一つ、これが、マネーロンダリングだったりとか暴力団の資金源になる可能性、こういうことが言われると思います。資料の1と2、これまでの国会におけるカジノへの暴力団排除に万全を尽くすとの総理のご発言を集めました。その監視強化を司るカジノ管理委員会についても言及されています。これは総理のご発言では、なんすかね、総理のご発言にもある通り、本法案の法文上にも暴力団員等を排除する部分というのはカジノ事業を行う IR 事業者、主要株主、契約先、従業員、施設の共用事業者、カジノ関連機器の製造、輸入、販売、修理業者、カジノ施設への入場者、滞在者に至るまで暴力団を排除することが定められているんですけれども、一つ懸念があるんです。ここは総理にですね、短くお答えいただけると助かるんですが、暴力団そのものではなく暴力団とつながりがある、そのような人もしっかりとチェックして、もしも、まずい場合はしっかりと取り締まっていただけるということでよろしいんでしょうか、総理。はい、安倍内閣総理大臣。この犯罪の発生の予防、その他カジノ施設等における秩序の維持を図る観点から、カジノ施設の利用が不適切であると認められるものについて、カジノ施設の利用の禁止制限の措置を講ずることを義務付けることとしておりますので、そういう対象となるものであればそれは禁止することができるということでございます。はい、山本太郎君。すいません、これ前に振ってなかったんでちょっと戸惑わさせちゃったところあるのかなと思うんですけれども、暴力団関係者のみじゃなくそことつながりがあって何かその裏に何かあったりとかする場合にもしっかりと対処していただけるというような、法文上は、そのような取り決めになっているとは思うんですが、カジノ管理委員会を任命するのは総理大臣です。その任命者である総理ご自身にも連結性求められると思います。カジノ管理委員会のメンバーにも連結性が求められるように、その任命者である総理大臣にも連結性が求められるのではないかと思うんですけれども、総理ご自身は暴力団またはそれら勢力とつながりがある人物とのお付き合い、もしくは関係、仕事を発注などしたことありますか？はい、安倍内閣総理大臣。それは全くございません。はい、山本太郎君。はい、今巷で少し話題になっていることについて調べてみたんですけれども、1999年4月18日告示、4月25日投開票、総理のお膝元山口県で行われた下関市長選挙、この選挙が終わった後、総理の身の回りで様々な物騒な事件が起こったといいます。資料の3、2000年6月28日、毎日新聞西部夕刊赤いライン部分を読みます。安倍晋三衆議院議員、今度は事務所被害、窓割られ火炎瓶。28日午前9時頃、山口県下関市安倍晋三衆議院議員の後援会事務所の窓ガラスが割られ、事務所の屋内外に、火炎瓶のようなものが1本ずつ計2本置かれているのを出勤してきた職員が発見し110番通報。17日未明には安倍議員の自宅車庫の車2台が火炎瓶のようなもので焼かれておりと続いています。この他にもですね、総理に関連する建物に火炎瓶が投げられる事件が何件も起こった、これについて4名が逮捕され裁判が終わり判決へという話なんですけども、資料の4の1、この時の判決書、それが裁判があって判決が出ましたと、この時の判決書は裁判所のホームページでもご覧いただけます。資料の4の2、火炎瓶事件で逮捕された方々の判決文。被告人 A は指定暴力団 D 組長、同 B は同 A と親交を結ぶ者、同 C は上記 D 組副組長であるが、被告人3名は E および F と共謀の上、同 B が恨みを抱いていた衆議院議員 G の後援会事務所あるいは G 型に火炎瓶を投げ入れてこれらに放火しようと企てとあります。つまり指定暴力団 D 組長の A さん、この方のお友達 B さんが衆議院議員 G さんに恨みを持った、衆議院議員 G さんって総理のことなんですね。資料の4の3、再び判決文。被告人 B が G 議員に対し怨恨を持つに至った経緯、被告人 B は G 議員の地元秘書で
かねてから交際していた W に対し、平成11年に行われた下関市長選挙で自派と対立する X 候補を当選させないように活動して貢献したと主張、金印の支払いを要求し300万円の提供を受けたというような内容が書かれてるんですね。続いて資料の 4-4、 被告人 B は下関市長選で X 候補を G 議員側から頼まれて当選させないよう活動したのに、 G 議員の秘書にはめられて警察に逮捕された、決まっていた仕事も流れてしまった、その点の保証もさせる、許せんなどと恨み事を言っていた。これご紹介したのは私が作文したわけではなく、判決書なんですね。判決文最高裁に持ってきていただきました。これ読んでシンプルに一番の問題何なのかなって考えると、暴力団とつながりのある人物に対して選挙妨害の仕事を依頼したのが G 議員側っていう話なんです。連結性、カジノ管理委員会に求められる連結性、これ辞書で引くと心が清く、私欲がなく、行いが正しいという意味、そことはかけ離れた感覚、選挙妨害を発注するような人間が連結性を求められる管理委員会の任命者でクリーンなカジノを目指すなど言ってる意味わからないんですけどって話なんですね。これらが事実ならば、まあ事実ならばというよりも、もうこれすでに判決書に書かれている話ですから、これカジノ自体をやめるか総理が辞めるか、まずこれどっちか決めていただかなければ話前に進まないと思うんですけれども、総理いかがでしょう。はい、安倍内閣総理大臣。これ今委員が例として挙げられた件でございますが、いずれにせよこの件はですね、有罪判決が下っているわけでありまして、被疑者は処罰されたものでありまして、私どもはこれ被害者でございます。そして、資料の4方法を読んでおられましたが、それはこの、有罪判決が下った人物、この下った人物は恐喝をしですね、これは私どもだけではなくて、様々なそういう、過去も指摘されているわけでございますが、その人物がですね、こう言っていたということを紹介をしていただいたんだろうと思うわけでございまして、私は一切こうした恐喝には屈しなかった中において、先方がですね、私が寝ている車庫という指摘がございました。私の家自体に私の妻も寝ていた家屋にですね、火炎瓶を投げ入れたわけでございまして、投げ入れさせたわけでありまして、暴力団に依頼をしてそういう行為をさせたわけでありまして、そういう向こう側からのですね、いわば恐喝するには私は一切屈しなかったから、このようなことが何回か起こったわけでございますが、幸いですね、この首謀者も捕まり、これは判決が下り、処罰がなされたということだろうと思うわけでございまして、これはむしろ私が関わりがあるということでは全くなくてですね、私は一切の関わり周りは断ってきた中において発生した事件であるわけでございます。そしてすでに判決が下り、本人は処罰をされているということでございます。はい、山本太郎君。はい、判決が下り、処罰が下された、我らは被害者であると、確かにそういう判決です。その方向性で裁判につながっていった話だと思うんですけども、私が話しているのはその前の話なんです。自分たちが応援している陣営、これが有利になるために相手陣営に対して選挙妨害をするように発注をしたと、その発注したことに対する見返りが少ないじゃないか、約束が違うじゃないかということで、おそらくこの方犯行に及ばれている、犯行に及んだというような流れになっているんですね。だから私たちは被害者であるという以前の問題で、暴力団員とつながりのあるような人間に対して民主主義の根底をひっくり返すような選挙妨害、これを発注するということに対して大問題であると、当然じゃないですか。これ当たり前ですよ。そのような仕事、いわば汚れ仕事を堂々と発注できるような人間がこの国の総理であり、そしてこの博打を解禁するということにおいて、それをしっかりと暴力団員とか関わらないようにするねっていうことの監視役、その総元締めであるカジノ監視委員会を任命する立場にあるなんて、笑い話でしかないですよ。現実なんですから、悲劇でしかないですね。過去の新聞記事、地方版に至るまで数ヶ月かかって調べました。この記事に関してこれまで総理や総理の事務所はほとんどはっきりとした声明を出していない。捜査中につきコメントを控える、公判中につきコメントを控える、コメントなし、判決後もうやむやになってしまっている。今どちらかというと初めて総理側からのしっかりとしたご本人からのご答弁をお聞かせいただいたと思うんですね。まあ暴力団員とつながりがある人物に選挙妨害を依頼したのが総理なのか、安倍晋三事務所だったのか、それ自体を否定するのか、これに関しては今日は一度横に置かせていただこうかなと思います。なぜならば緊急性が高い案件、災害対応について総理にお願いしたいからです。まあもし災害対応について心よいお答えがいただけなければもう一度この話に戻ってもいいんですけれども、話を進めたいと思います。この連休私も被災地を訪れました。急なダムの大放流で人々が亡くなり、町が濁流に飲み込まれた愛媛県西予市の村、避難所にも、お邪魔をいたしました。要望がある前にニーズを予測、積極的に支援、これがプッシュ型支援だと。私が訪れた被災地に
限っては物資は入ってきていると報告を受けました。ここに限ってプッシュ型支援の効果は一定あったんではないかなと考えてもいいと思います。総理、プッシュ型支援ありがとうございました。資料の5の上の写真にあるのがスポット型クーラー。私が訪れた中学校体育館の避難所ではこれが10台入っていました。これはプッシュ型支援の効果だと思います。総理ありがとうございます。消防庁は熱中症予防を喚起するためのリーフレットを作ってるんですね。その中で熱中症予防のポイントとして挙げられる一つに、室温は何度を超えないように促していますかというお聞きしたいんですけど、一言で数字だけでお願いします。何度ですか。猿渡審議官、消防庁では熱中症の症状に応じて応急手当や救急車を呼ぶ必要な状態を紹介するリーフレットを作成しております。その中で、様々な水分補給とか服装のあり方とともにですね、部屋の温度をこまめにチェックするとともに、室温28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使うことなどを紹介しております。はい、山本太郎君。はい、資料の5、下の写真、プッシュ型支援で届けられたスポットクーラー10台を保有する避難所の室温、午後3時半で 34.5 度です。スポットクーラーで28度を超えないように冷却するのは不可能なんですね。ないよりマシという世界。最新の状況では16府県で計224箇所の避難所がある。避難所が人間としての尊厳を保てる体育館ではない避難所が必要です。東日本大震災後、宿泊施設を避難所としてマッチングする事業がありました。熊本地震の際には人数の上限はなし、金額は1人7000円、支払いは県、後から国が全額補填という形です。今回の災害でこの事業について先日石井大臣の方からお答えをいただきました。どれぐらいの数がこの事業を利用していますかっていう話で、岡山県のみが要請していると。40施設800人分の宿泊施設を確保したと。23名が避難所より移動利用との大臣答弁が先日ありました。で、観光庁に聞くところですけれども、時間がないので私が答えます。今日の段階でどれぐらいこの施設が確保され、そして人数が増えたかということをお聞きしたんですけれども、答えをもらってます。岡山県のみが要請、本日朝の時点で50施設1000人分の宿泊施設を確保、73名が避難所より移動利用、最新で4877人が避難してるんですよ。そのうちの73名しか入れてないのが今なんです。これ災害発生でキャンセル続いてる状況で、これ宿泊事業者にとっても助かるし、地域経済にも貢献できるような事業だと思うんですね。もっと大胆にやっていただきたいんです。この事業には穴がある。どういう部分かっていうと、被災した都道府県が自ら要請しないと前に進まないんですよ。この事業を利用可能な施設、空いてる客室をいつ使えるかなどの確認を、被災した都道府県自らが被災者の避難場所として宿泊施設を使いたい旨を宿泊関係団体にお願い。それを受けた団体は、団体に加盟しているホテル、旅館等に一斉にいつまでに何人受け入れ可能か、すでに準備してあるファックスのフォーマットを送る。それに対して各宿泊施設はファックスで回答を返し、それを各団体がまとめて自治体に返すって、これ時間かかりすぎますよ。無理ですね、これね。むちゃくちゃ暑いんですから大至急やっていただきたい。これただでさえ災害対応でいっぱいいっぱいな被災自治体にこのやり取りまでやらせるの酷です。被災県からの要請があってもなくても、国が先回りして空き状況を確認した上で自治体側にこれだけ使えると投げてあげてほしいんですね。要請がなきゃ使えないっていうのはまずい。そして今の段階でもほとんど使われてないっていう、これは、本当のプッシュ型支援をしていただきたいんです。で、もう一つお願いしたいのが、宿泊施設などの数がもともと少ないんですね。中間産地などは宿泊施設を確保することが難しい。家は流されなかった、前回まで行かなかった被災者、一日も早い生活復旧に向けて日中家の片付けがある。だから遠くの宿泊施設には行けない。近場の体育館、公民館を利用せざるを得なくなる。宿泊施設が少ない上に、そのような事情を抱える地域にはラブホテルなどを借り切る、カラオケボックスなどを借り切る、避難所として使用する柔軟対応必要になってくるんです。この避難所、宿泊施設とともにやっていく、拡大する。それ以外の宿泊施設のないところもそのように柔軟対応していただくってことを、ぜひプッシュ型支援の延長としてやっていただくことが2点。そしてもう1点、ごめんなさい、最後です。介護が必要な人々、避難所で大変なんですって。老人もそうですけれども、障害者もそうです。この方々に対して熊本でやられた以上のですね、その有料老人ホームでの開放であったりとか、いろんな部分を大至急やっていただきたいんです。総理お願いします。はい、安倍内閣総理大臣。最初に資料で、見せていただいたものなんですが、ちょっと誤解のないようにちょっとこれ言わさせていただきます。これはおそらく野村中学校の体育館だろうと思いますが、ここについてはですね、すでにこの西予市に対して、の意向を確認をしておりまして、この野村地区の避難所については、この野村中学校も含めて、明日の18日までに野村小学校の避難所に集約する予定、非常に使用者が少ないものですから集約する予定でありまして、野村小学校にはこのスポットではなくて、かなり業務用のクーラーが整備をされているわけでございますが、
現地に入っている被災者生活支援チームの職員からの情報によったらですね、この野村中学校に避難されている皆さんは、昨日16日から順次野村小学校への移動を開始されているということでございますので、もういわば明日には完全なんですが、昨日からすでに移り始めているということでございますから、ご安心いただきたいと思います。それといわば、避難所、いや仮設あるいは避難所からですね、この宿泊施設、避難所を、としての使う宿泊施設等についてはですね、我々も柔軟に対応しなければならない、このように考えておりますので、様々な今ご提案をいただいたものも含めてですね、果たしてそういう対応しているのかどうか、していなければ対応を、もしていく、柔軟に考えなければいけないと私ども考えておりますので、柔軟にかつ迅速に対応していきたいというふうに考えております。あと、これでよかったんです。老人施設についてでありますが、老人施設の方、介護必要の方々等々も含めてです。私も、訪問した避難所には、確かに介護が必要な方もおられまして、そういう方々の、への対応についても万全を期していきたいというふうに考えております。はい、